グラサンじゃねえかって言えないとつきの、うん、ね、YouTuber じゃないですか。YouTuber で持ててもらいたいからね。そうですね、お手紙を作ってください。クリックしないとね。パーマ一回にかけたことないな。ないかな。なんだ、ただの坊主じゃ、ちょっとね、寂しいからね。まあ、こっちにこう流してみるね、かけてるからね。あー、なるほど。このね、タクちゃんはこのてっぺんがね、レモンみたいになってるからね。はいはいはい。ちょっとね、角に作ってちょうどいいぐらいだと思う。角に作ってようやく丸くなるみたいな。確かにね、日本っぽくなってんだな。でもタクちゃん、結構ギャルみたいなタイプ好き？いや、いや、いや、でも、好きかな。好き。昔よくさ、パンチパーマのイカツがさ、かわいいギャル連れて歩いてるの 見たよね。うん、そういう時代だったね。そういう時代だったよね。お前、一回りしてきたんじゃないかな。そういう時代になったっすかね、また。それじゃなかったんだよ。またじゃあ、洋蘭とか、丹南中蘭。そうしましょう。今日から俺は、俺も今日から俺はゆうくんに来てもらって、モテたいんで。いや、たくちゃんの俺今日からじゃないでしょ。今日から俺はなんで戻るだけでしょ。戻る。気合入れて熊狩りに行かないとね。そうだよね、熊倒せるさね。難しい。倒せるかどうかわかんないけど挑戦するんだよね。絶対危険だよね。奥多摩あたりで、そう奥多摩秩父の、あたりですよね、秩父に向かうあたりの山奥ですよね。いいね。絶対動画撮ったのに絶対いるんで、あそこいるよね。うん、なんか遠く、なんだろう、遠くで熊がね、見えたっていう人いるよね。まあ奥多摩も出るからね。出くわしたっていう人は会ったことないけど、最初さ、まあ俺らみんなバカじゃん。みんなバカだからさ、熊の知識知らずに行くじゃん。鈴を鳴らすと来るのかと思って最初鈴持ってったの。ああ、逆だね。すげえ熊と出会いたいのに回避してるっていうね。なんかちょっとした知識で鈴を、そうなんか鈴がいいらしいよっていう話で、違う意味の意味、そう逆だね。出会いたいんだったら持っていくなっていう、熊寄せの鈴かと思った。そう中学生でしょ、だってそれ。18とか。いいね。いい大人だね。18でその知識も知らないっていう、すげえ狂ったらいいんじゃない。そのぐらいが楽しいよね。すげえ楽しかった。ちょっとバカなくらいが面白いよね。まあ、とりあえずこれで一回かけますか。周りは後で。もう下はだってもうなんかちょうどいい感じで変わるの。かけなくても。これ持ってますかね。持ってるよ。ああ、だって俺八王子で見たもん。いや、かわいいじゃん。これで一服、コキに行きますか。一服したい。
ぐらい持つものなんだろう、これ。まあ根元伸びてきたら終わりだよね。2週間ぐらい。いや、中にはね、1ヶ月後にカットだけして次にかけるって人もいる。でもやっぱ根元は伸びちゃうからね、うん、かけたてとはちょっと違うけど、まあでも気にはならないんじゃない。1ヶ月おきでも。で今回は前巻きのかけよう。と違って高さがさ、大変なんじゃん。ちょっと感覚取り戻すので、ちょっとスローペースでいく。ガツくなるな。あれ、モテオあれ。いやいやいや。モテオあれ。危ない危ない。ちょっと笑うと危ない。ほら鳥が鳴いてる。本当だ。めっちゃ聞こえるな。上で寝てんだっけ。うん、下で寝てんだっけ。うん、下だから全然問題ない。あ、朝なんかめっちゃ泣きそうだな。そうだね、明るくなると泣くみたいだね。ちょっと体を張ってお笑いを取られた。危ない。もうちょい長いさ、髪だったらさ、まだね、ね、ギリギリ寄せないといけないですからね。1センチずれたらだって、熱いよな。熱いよ。あ、振りかな。振りかな。笑い取り行った方がいいのかな。でもね、たまにはさ、こういう技術もさ、やっとかないとさ、まあ確かにね、できなくなっちゃう。なんか俺成人式の前に優子に来てもらったもんな。あ、そうだっけ。あの頃そうだったっけ。横刈り上げて、上オールバックで、オールバックってか後ろに流して、なんか刈り上げた部分ライン入れてた気がした。あ、ラインとか流行ったね。あの時も確か、そうね、めちゃくちゃいかつくなった気がする。そうだよね。あの時、こっちいたんだっけ。ねえ、もう18、19ぐらいで帰ってきてるからね。出所してたんだ。出所。出所じゃないよね。言い方だよね。ブタコと似たもんね。そう言い方だよね。嘘ではない。嘘じゃない。言い方だよ。ブタは担いでたんだっけ。担いでない、ね、追ってた。ブタ追ってた。アヒルのなんか危ないやつを買って。格闘技っていうか戦うの好きなやつが多かったね。タンクちゃん最初見た時本当にやべえなと思った。ユウくんとモニターに会った時は、まだ本当に角が取り切れてなかったね。だよね、本当に危ない人だと思った。それを自重するために言わせて。自分で撮るじゃないでしょ。ぶち込まれたんでしょ。ぶち込まれた。ちょっと当たられてもあちなってぐらいになるんだけどさ、マジで当たるともう本当にやってっていう。やけど波。やけど波だね。ちょっとヒリヒリする感じ。嫌いじゃない、嫌いじゃない。ヒリつくぐらいじゃねえと。やっぱり男はヒリつくぐらいです。刺激がねえと。立ち屋の椅子、座り心地いいでしょ。いいよね。慣れ親しんだ、ケツの感覚で。そうでしょ、ね、西川か、タンポポとか、そこら辺から持ってきたの。あっちこっちも、買ったの、メルカリで。
すげえ、何でもってるな、うん、メルカリの、メルカリ大好きだよ。最終的にはここを刈り上げるの、うん、とりあえず森田君がさ、うん、高宮にしてくれって言うからさ、なるほどね。パンチかけるっていうだけでも多分森田君ね喜ぶと思うんだよね。だってなんか、うん、タタちゃんかけるかなって言ったら、え、ついにかけるってついにかけるって言ってたなんかテンション上がってた。ちゃんつったらさ、熱くないと。もうそんな年じゃないよ。本当大仏みたいになってきたよ。やっぱスラダンのりょうちゃんみたいなパーマがいいかな。ああ大丈夫、ああいう感じになるから。本当に。うん。モテるかなやっぱりょうちゃんだ。モテるモテる。もう俺は人生の。もうあれだね、半分ぐらいゆうくんにずっと髪の毛切ってもらってるんで。そうだよね、気がついたらね。もう信用しかないんで。でもやっぱ細かい方がかっこいいと思うんだよな。パンチあるんだったら長いより、うん、まあ別にアイロンパーマはアイロンパーマでいいんだけどさ、うん、パンチっつったらさね、うん、ゴリゴリのゴリゴリのパンチ、まあ似合う人って限られちゃうけどさ、うん、たくちゃんはいけるよ。これ出前館ですって帽子の下行ってみようかな、うん、通報されちゃうやべえのが来た。人は見た目じゃないから。まあでも中身を見てもらう前には終わっちゃうからね、うん、すみません、出前館ですって中身も何もない、うん、初っ端の印象で話も聞いてもらえずみたいな。マジで第一印象超悪いかな。ガタイはいいよね、怖いみたいな、ガタイが多分。あとね、もう昔からの、うん、多分癖だと思うんだけどね、うん、眉毛ね、うん、すげえ細いからね、このタクちゃんの眉毛。ああだいぶ俺育ててるんだけどさ。そうでしょ、多分本人的には伸ばしてるっていう感覚だと思うんだけど、一般的にはかなり細いからね。マジか。すげえ俺もっと細かった時あったじゃん、うん、だいぶ育てたんだよ俺これ。いかつく見えちゃうよねやっぱね。だいぶ俺普通に戻ってきたかなと思ってんだけど、それでもまだやっぱね少し遅い遅いよね、うん、どうしたらいいのかって感じだよね。あれいいんじゃない、パンチだったら。パンチ逆にそっちの方がおしゃれじゃない。うん、ゲジマよりね、うん、とことんそれを極める、うん、こんなん消しねえな。とことん極めちゃったらもう。え、たくん、やっぱり持ってたい。それは持ってたいですよ。やっぱり、うん、怖がられるよね、うん、笑顔が可愛いから大丈夫じゃない。ギャップだね、うん、ギャップで。これでたくちゃん気に入っちゃって毎回やってくれる。バレるな。なりかねねえ。いいよ別にやるんだったらやるんで、うん、俺たまには巻かないとさ、うん、やる機会ないからさ。パーマー友達増やすわ、うん、高校生でパンチって最近ないよね。うん、サラサラ部屋ですから今は。そうなのかね、うん、なんか最近なんか
逆にでもなんか、あれか、おしゃれパーマとかはいるか。なんか真面目な子が多いような気がする。そうだね。うん。2ブロック入れて怒られてとか、うん、なんかそういうレベルだもんね。パンチかけて怒られましたなんてやつあんまいないもんね。ここね、10年ぐらいの間にパンチ習得さえしてないっていう利用者いると思うんだよね。あ、だってお客さんで来ないの。うん、そうだよね。まあ、平野は別だよ。うん、そこ毎日一人は必ず来てたからね。特殊な場所だ。うん、俺の体が邪魔して映んねんじゃねえかっていう、その、なんかやっぱカメラも欲しいよね。ああ。俺はもう自分の姿見ちゃってる。そうだね。まあでもこれで、あれや、利益つけてさ、うん、乾かすとまた違うからね。これをじゃあかけてもらって、いや、いかついからね、反り込み、結構鬼反りみたいな。ただのハゲてきてるだけで。モテ髪、あれこれ、これあれこれスラムダンクの高宮やないかい。リンギ気つけよ。逆にさ、うん、刈り上げないでいいじゃねえか。いや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 、そっち系になっちゃうよ。それでいいんじゃないかな。変えちゃいけない。まあでも逆に横白くなるぐらいに買ったらそっちの方がいかついとは思うけどね。そうか、いかついとは思うけど、まあやろうよ。森田喜んでくれるかな。喜ぶでしょ。高宮になってくれ。注文通りやってきましたよ。ご注文の品もこちらでよろしいですか。こうな感じですか。そうだね。構成はそんなにいかつではないね。入れますか。横髪あると嫌なんだ。ちょっとね、まん丸になっちゃうね。ちょっとね、パンチに合わせて使ってた。うん、彼女ができるんだろうな。来週女の子とろうからね。マジで今のところカットしとこうか。来週飲むんじゃちょうどいいね。ちょうどいいんじゃない。うん、カットしてね。うん、ちょうど1週間後か。流行りのパーマかけてきたんで。流行ってるから流行ってるか。みんな受けは良くないとは言われてるけどね。言われてる。俺が実証しますよ。うん、そうではないと。実際ね、あの、みんな受け良くないわけではないと思うんだよね。反発のが男らしいっつってね、好きな子もいるからね。その万人受けしないっていうのがあるかもしれないね。そうだね。ちょっと痛すくなっちゃうから。うん、いやいや、
少量の人でも、ファンが、ファン層ができるから、そうだよね、うん、好きっていう人ができるんだよね、全員に受けなくていいわけだからね。ちょっとそっちの方の人に行けるかいいだけだからね。うん。うん、だけど。受ける人がいればいい。うん、そうだね。うん、パスのが好きなんかいるから。2週間後にそういうのが好きそうなやつと、うん、飲むか。あ、いいね。ね。今復活してる。あ、でも何約束したんだ。2週間後、娘と、うん、娘と最近仲いいんだけど。ああ。そう。娘ってこといくつ？まあ、中学生ですよね。ああ、それで、中学生を最近狙ってんだ。いやいやいや。犯罪ね。犯罪ね。大犯罪。そこまで行っちゃったのに。遊び人に思われないように、うん、うまい具合に編集してた。うん、後半なんで、うん、急にカットの動画が途中でピッと途切れてあれ肝心なところ映ってないけどあれめっちゃ情報出るね。うん、俺んちバレるんだよ。髪の毛にこんな時間を費やしたのは久しぶりだもん。髪の毛染めて飲んだりっていう時ぐらいか。パーマどうかける気分が、うん、パーマかける気分がどうだい。そうね、もう出会い系やろうかなって感じだよね。パパカツ、パパカツ、いや、パパカツはやっちゃったな。パパカツはただの金を使う人だからね。パパカツってのはあれ犯罪なの？まあ、どうなんだろう、年齢によるんじゃない。ああ、グレーなんだ。うん、物を買ってあげて、うん、飯を食いに行ったとこだったらいいじゃない。ああ、お小遣いあげた程度でね。うん、それでもやる方としてはなんか高い遊びだね。そうだね、やっぱ本番がねえとね。まあ、でもキャバクラとかでね、同伴みたいなもんですよね。行ってねえな、キャバクラ。十何年行ってねえな。行ってないな、キャバクラ。何かな。
完成ですよ。ありがとうございます。やっぱおしゃれさをね出したいからさ、うん、なんかおしゃれなメガネいいと思うんだよね。これとかさ、おしゃれなやつね、うん、このぐらいこれ下げて、うん、おしゃれなほら、うん、この方が結構しゃれてるよね。まあそれとね、あとやっぱネックレスとかもさ、うん、やっぱかね、おしゃれにした方がいいから、うん、これなんかいいんじゃないかな。これでいいと思う。ちょっと首回るかな。ギリギリだな。すごいな、これ犬の首輪みたいな。首ちょうどじゃない。犬の首輪みたいな。で、持てると思うよ。あ、うん、じゃあ持てそうだね。持てるでしょ、うん、じゃあこれでナンパに行こうか。ちょっとナンパ行こうか。じゃあ俺もこれで。これ久しぶりだ。ああ持ってそうだね。どうだい？これ持て。やっぱねこれね、もモテるサングラスだよね。これかっこいいじゃん。なんかあれだね。懐かしのメンツ。10代のなんて言うんだろうね。おじさんがもう思い出す青春を。青春を。じゃあ今日のところこのぐらいで終了しますか。ありがとうございました。うん、じゃあ今度またニグロにしよう。